どうもタブヤンです。今回から新しい麻雀ゲームプロ麻雀極め64プレイしてみたいと思います。ギャンブルモードというのがありまして、対戦相手を選ぶのかな。 A ブロックからいきましょうか。原プロ、対局数1回戦、勝利条件半チャン1回で原プロに30ポイント以上リードする。30ポイントっていうのは3000点かな。やってみましょう。ルール設定、あ、もう決められてるんだね。赤牌3、赤ピンズ4っていうことなの。ドラ表裏、いきましょうか。二人打ち麻雀なのかな、このゲーム。いきましょう。あ、違うね。4人、他のプロの人もいるんだ。もう対面の人に勝てばいいのかな。最後、トン一曲。あー、64、画面が綺麗ですね。操作確認しながらやっていきましょう。ドラはペイ、デキメンツはないですけど、トイツが1、2、3ですね。あ、トイツ4つ、4トイツ、これチートイツ狙いかな。あ、ポンする。トイトイ行こうか。珍しくトイトイ狙いでいきたいと思います。スピード速っ。リャンピン、ポン、あ、ポン。スーピン、ポン、あ、シャー出た、ポン。さあ、あと一個揃わない。え、ロン、どういうこと。あー、風ハイシャーか。思ってるのと違ったけど、とりあえずシャーのみでロン、後付けありなんだ。私プライベートで売ってる時はね、シャーを先にポンしないと役なしになっちゃうんだけどね。まあ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 、ハラプロ、あ、残りの2人もプロですね。ハラプロと勝負して3000点以上上に行けばいいのかな。さあ、トン2曲、割れ目、割れ目ありなんだ。あ、間違った。 L1 も捨てるんだ。操作ミス、説明書持ってないんでね。まいった。スタートボタンは点数見れるんだね。 OK。 Cスティックは、あ、広く見ることができる。ああ、これで画面表示す全切り替え。何これ、切り替え、どうな、全切り替えでやってみようか。これちょっと小さすぎる。ん、ルール設定があって、ああ、こんな感じか。どっちがいいかな。泣いたりするとこう大きく見た方がいいのかな。普段はこれでいいか。はい、ドラはパーマン1枚ありますよ。そしてデキメンツがソーズで1メンツ。うわ、何今の、見づらいな、今の見づらいね。やめよう、スクロールでいいんじゃない。なんか動きが見づらかったね。早いな、捨てるの。早すぎてちょっと嫌だね。この捨てハイスピード変えたいね。
帰れないのか。またちょっと次回以降考えますね。早すぎてなんか考える暇がねえ。はいや。泣く泣かない。468か。どうしようかな。まあ、チーマン来たらこうかな。あ、ドラ2枚。これスチーマン待ちで。どうしようかな。こうしようかな。どれ、まずはリーチだ。古川さん、古川さんリーチですか。うわー、それな、どうだろうな。残り枚数16枚。はい、うーん、危なそうだねこれ。シャア2枚切っていこうか。何切って残り、おお、ドラ3枚目。ドラ3枚目だけどもう残り4枚。ここはもうやめとこう。現物で、え、ヤンピン、はい、の点。え、三蔵待ち、そうですか。どんまいどんまい。トン三曲。お、赤いの来たね。赤いのはねドラなんだよね。デキメンツはなし。私親か。どうしようこれ。なんか切っていくか。ドラはシャ。いいそう。お、234来たね。ハクハズチューン切っていくか。ハズチューン。お、マンズでこれ一面ついけるな。そしてキューピン切っとくか。あー惜しい、捨てちゃえ。おー、マンズで一面ツー。3、4、5、2、3、4、2、3、4の3式もありそうな感じでね。9層2枚切っていくか。おー来た、2、3、4、チーピンで上がりだ。ふむ、行ってみようか。だっておー、あの人チーピンで私の論敗なんだけど、これリャンマンまで来るまで我慢しようかな。ほい、あー、パーピン、いけ。おー来たー、三式。これでもう三式確定で、チーピン待ち、チーピン待ちか。まあ出たら単ヤオで上がれるからね、三式単ヤオ。あー、このまま両面になったらリーチかな。残り17枚17杯。ほい、あー、ダメだ。うわー、赤いの来たね。なんだこれ。でも捨てるしかない。ロンって言われたら嫌だな。残りもうラス1。ん、あー、ロンですか。順調な展開のようだな。くっそー、なんか派手な手だね。椅子待ちか。くっそー、やられた。あ、ハラプロ全然目立ってないけどね。やられたー。最下位かー。このゲーム難易度高いんじゃない、もしかして。うわー、すごい派手な手来ましたね。え、白髪チューン、ドラは白、ドラ1枚。え、ローピンあんこ、どうするこれ。ローピンあんこ、
3、4、5。もうドラ切るかこれ。ドラ来て、おお、ドラポンだ。来たー。おお、33。え、33456。なんだろう。パーピン来て、あー、パーピンまた来た。何これ、すそ、9ピン、6ピン。ちょっと違うよね。おお、来た、イペコ。これどうすりゃいい。ローピン切ったらリャンペイコー、スーピンでリャンペイコーだよね。そうする、スーチーピン待ちだよね。334455666。それでいこうか、リーチ。え、スーチーピンだよね。うわ、出たー、安め出た。リャンペイコじゃない。あ、裏ドラ乗りました。リーチタンヤオピンフイーペイコドラ4バイマン出ちゃいました。しかもハラプロから直撃で箱割れありだったっけこれ。どうだ、終わりか。あ、終わらないんだ、箱割れなし。OK、 ナンバーいきましょう。私がシャーチャ、白髪チュン、チュンがドラ、パーピンアンコ。どうしようこれ、アンコウ、3アンコウも狙っていきたいねこれ。どうしようかな、こうか。579。初ポンしたいけどな、むずいねこれ。こうか、3ピン。またドラ来たね。お、4579。3456来たね。34566。なんだかな、初も切っちゃえ。リーチ、もうリーチしかないよ。だって、え、誰、何をポンした、チュン。え、ドラじゃんチュン。チュン切ってリージしたの。イーマン切ろうかな、イーマン統一落とし。おお、33456。あ、ロンか。くー、チャンスは捨てないようだって。やるなプロ、一ドラに。はあ、上がるか振り込まれる、さ、ローンされるか。どっちか、激しい戦いだな。何二玉。もう一回点数状況確認しようか。私は42,000点でトップ、古川さんとあんまり変わらない。ハラプロの一人負けなんだよね。オッケー。ドラはリャンゾーを積もってきました。123もあるのかなこれ。トンポンしてもな。お、235678、ソーズが伸びそうな勢いでございます。おお、トン、本一いくか。いや、やめとくか。面前本一行こう。
新一もあるよこれ。お、789。あ、イソが欲しいね。パッソ567、678、2234567678でチーか。チーだね、678で。悪いが今度もいただきだ。あーマジで現物ヤンマンも現物いいピン。わからんけど、いけ初妻今出た。あ、妻誰が古川さん。トップに手が届いた。マジか、トップ狙いの休めか。うわ、妻ドラ1なあ、7000ってでかいな。親だからね。でかい。親の上がりはやはり大きいね。くぅ。さあ、行きましょう。9万あんこ。派手ですね。白髪チュンの髪が、ドラ。自敗整理からいこうかな。お、ピンズで一面つできましたよ。チュン2枚自敗整理終わり。567999、もうマンズか、2面つ確定。ドラ切って、おお、34567、3面ちゃんになりましたよ。あと、ジャントーができればって感じなんだけど。わー、こっちができて、サブローピンでいくか。どうしよう。サブローピン待ち。サブローピン。ここいらが正念場。あー、リーチ来た。あー、それだ。よくあるパターンだ。リーチ宣言杯がロン。あ、裏ドラ1枚。リーチドラにゴンニでございます。よし、これで2位の座をキープ。ハラプロ、いまだ箱割れ。そして私親ですね。何、3局いこう。それ割れ目があるから点数が違うんだな。ドラは数ピン1枚ありますよ。デキメンツはなし。自敗整理からいきます。自敗整理。あっとポン。チュンか。お、これで678。トイツが3つあるのはちょっとね。キューピン切ろうか。あー、なんだかなこれ。いらんか。おお、いいね。789来ました。これで2面ツー。難しいとこだね。ジャントがないんだよね。どうしよう、三蔵切ろうかな。おお、345789。これでパーワン、パーマン待ち。リーチするか。ちょっとただ九層来たら三式になるからやめとくか。あつもだって大物艇の布石だな。ほんとかよ。ハラプロゴミ手じゃないか。さあ、ラストですね。親蹴られてしまった、まあ、トップを取るんじゃなくてね、対面の人に勝つのが目的だから。ドラはローソー、デキメンツなし。おー、第一つもいいね。一面つできました。おー、三品になんか恵まれてるね今日は。
789だから9層1枚切るか。三式、あーこれチーしようか。三式確定の、三式と真珠だなこれ。三ピンウピン切るか。これ両面を捨ててっていうね。ギャンゾーも切っとこう。勝ちに行くとするか。ええー。じゃあもう現物のシャーで。あ、これチーソーはもうチーして、あ、三ピン切ってイーピンウーピン待ちか。イーピン一枚切れてるね。スーピン待ちか。スーピン待ちにしようか。うわあ、三ピン。なんだよおい、これいいピン3ピン待ちにするか。これ点数あんま関係ないんでもな。でも3ピンロンって言われたら嫌だしな。いや、こう3ピン切ろう。よし、おお、これで数値ピンに変えるっていう。ドラ2枚切って、おお、そして上がり確実の方を取りました。ドラ2枚切ってロン1000点、これでいいんです。そしてしっかり古川さんをまくってトップで終了。プロ麻雀極み64デビュー戦飾ることができました。コントローラーパックにセーブ中。勝ち、やったぜ。どうなったんだこれ。あ、この A ブロックのところが人が変わったのかな。ほら変わりましたね。はい、ということで次回もこの戦い続けていきたいと思います。プロ麻雀極み64、次回もお楽しみに。さよなら。